いけない？すごい道だな。最悪。おお。うん。足が。なんで？はい、今は徳島県の大戸泥の滝に来ております。見てください、この優美な感じ、めちゃめちゃ綺麗です。今日はちょっと滝が多いけどね、この後は大樽じゃねえわ、大釜の滝に行ってきます。ちょっと来るときめっちゃ濡れたんです。ここから下びちょびちょでーす。よし、じゃあ行くか。レッツゴー。飲めそうです。はい、今日本の滝100選の大釜の滝に来てます。ちょっと展望台があるんですけど全然見えないのでちょっと降りていきます。行くぞ、行くぞ、日本の滝100選だぞ。ゴーゴー。いや急だね、滑りそうだね。おお、すごい、意外と簡単に着いたね。かっこいいな。ほう、なるほどね。あ、いけなくもないけどちょっと急だな。身軽だねー。ほっぺが言えた。確かに。手見せて。
って考えたけど。あ、そんな汚れてないんだ。なんかぬるってする。はい。邪魔ですか。余裕だね。え、余裕よ、あれ。撮れたよ。さすが。撮れたよ。行くぜ。はいよ。まあ前半から木の棒が置いてあるってことは。めっちゃ強いやん。何で勝ちやろ。分かる。きつきつ。傾斜やばいなあれ。やば、7度やった。ほう。どれどれ。12。9やん。だけど場所によるよ。今後6だよ。これ7。ぴったりやね。7のところある。ぴったりでしょ。だね。じゃあ。うん。意外と数量少ないぞ。マジで。こっちの虫があっちが美味しい。そういうことかね。うわお、こっちやん。そりゃそうか。おお。そういうことか。すごいね。最初こっちかなと思って水量少ないなと思ったらこっちだった、ね、はい、っていう感じで、大トドの滝と大釜の滝と雨乞いの滝、
滝三連ちゃんで来てみました。大トトロの滝と大釜の滝は全然人も誰もいなかったんですけど、見てください、この雨乞いの滝だけすごい人気で、もうなんか駐車場めっちゃもうほぼ満車みたいな。後から見てくるね。ね、うん、最初たどり着いた時なんかいや水量少なとか思ったんですけど、ちょっと違ってね、うん、ちょっと奥側にあった、そうこっち側にメインの滝があって、いやーなんか面白かったね。よかったよかった。なんか鎖がついててね、めっちゃ楽しい。あれけどまあ一部濡れてるとかあったき危ないと思う。ちょっとね、うん、気をつけながら、あんま運動神経足腰に自信がない人はちょっと危ない、行かない方がいいかもしれないですけど、うん、ただ滝見ても何が面白いのか分かんないみたいな人はね、うん、こういうアトラクション、子供が結構おったね。まあ、ゴールデンウィークっていうのもあるけど、うん、やっぱ親子連れとかが結構多かったイメージ、うん、外人さんも来てたね。そうだね。まあこんな感じで雨乞いの滝でした。とりあえず今日はこれから徳島ラーメンを食べに行きたいと思います。イエーイ、久々の外食ね。まあちょっとしょうがないけど腹を切って頑張ります。じゃあ行ってこよう。そう、え、あ、お湯入れない、そうそう、ねえ、キンキンやで、ちょっと肉も、まず今日の流れとしてはね、大トトロの滝行って、大釜の滝行って、雨乞いの滝行って、ラーメン3カ所行って、でさっきナルトの写しをちょっと見てきて、で今はいつ来たんだっけ、ここ。4月の29日。4月の29日に完成したばかりの、道の駅のくるくるナルトっていうところに来ております。綺麗、広いし、ね、めちゃめちゃ綺麗。今日はここでラーメンを食べてちょっと休憩する予定で、ちょっとね、中今からいろいろ見ていきたいと思います。楽しみ、ね、こう。すごいいいで、おー、サービスエリアみたいだね。でかっ、サービスエリア。ナルト。これ。ナルト？あさって行くとこ。あ、そうなの。ナルトタイっていうね。ナルトタイっていう酒蔵さん。ナルトタイ可愛いよね。可愛い。最初別のとこ行こうと思ったけど、こっちがなんかナルトっぽいし。確かに。あ、え、ソリア。へえ、楽しそう。どうする？もうラーメン食べる？ラーメン。ついじゃあ、あげます。お、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